カンナリ・ハリストス教会は、宮城県栗原市カンナリにあるキリスト教の教会である。聖子とイオアン聖堂が有形文化財に指定されている。当地は、日本ハリストス政教会最初の受診者である、坂井厚司令の出身地。厚司令が、函館で医療を営んでいた1868年に、土佐藩市、沢部拓馬らと共に、ロシアの宣教師ニコライより洗礼を受けた。 しかし、国金を犯す者として追われ、1869年に、当地に来たが1872年に仙台と函館で起こった、境界弾圧により捕捉された。2年間の極舎暮らしの後は、東京でニコライに支持した後、再び当地に戻り、仮街道を建てて、布教活動を始めた。しかし、人々の迫害を受けることも多く、1879年には、 消防の人々の乱入で仮街道が破壊された。厚司令はそれでも信仰心を失わず、1891年には、追い、川又松太郎宅を仮起当初として、信者を導くようになった。首脳の高さ17メートルを誇る、現在の静止と余安聖堂は、1934年に川又の信仰心より、自宅の敷地を提供して建造された。 1980年には集会所として、イアコフ会館が建てられた。2007年6月29日、聖子とア安聖堂が栗原市から有形文化財に指定された。ありがとうございます。